て、白地の大谷はどうなるんだ？今、ゆっくり確認するところ。包囲用か、これは、攻撃に切り替え、打って出てこないようにします。10,700 は、到着用か、これは、ギリギリかな。5,300 は勝てる。これは楽勝です。問題は次だよ次。勝利の光が、我が道を照らしている。即交渉がついたので、即交渉します。全面解放60。来い。残念。ただ、包囲で、4日、到着が5日になったので、安心できます。これも、皆が、高評価を押してくれたおかげです。私は押してないけどね。押してきてくださいよ。大垣は、すごく時間かかるなこれ。こうはした方が。こうはか。今こうはすると、明智、他の家に攻め込まれ。普通に、明智家武将を取れなくなってしまいますよね。ここは、包囲にしますよ。包囲で135日、これで頑張ります。この城、もらい受ける。白地取れました。あと1日で、白地で当たるでしょ。フック甘いな。これは、舞台入場させて、白地で耐えればいい。今落としたばかりなので、すぐに取られるのでは？そんなことはないと信じたい。武将6人入れたので、大谷は、返します。続いて、攻め込みに行きます。白地に防衛の援軍送らないのかよ。送ろうかとも思いましたが、他攻めてれば解散するんじゃないかな？出陣します！これで行ってみよう。志果たさずして、賞は終えられぬな。さ、籠城だ。143日持つみたいですね。絶対に持たないだろ。ですね、すでに、お城削られてますし。集めてた部隊を、白地に向かわせます。皆の者、進め！戦場が、8500vs8500 ですので、上祖壁の先着扱いで、守り上げ上げですけど、微妙ですね。おっこれは、高評価をして応援してもらわなくては？白地城の戦は、前回高評価をしてもらってるので大丈夫でしょう。白地をチェックします。意外と耐えてますね。守り抜けそうな気もするので、白地キャンセルします。そんなことしてると、落とされますよ。手柄を立ててみせようぞ！桑の城が、武将一人なんですよ。桑の寄った後に、白地に行けばいいんじゃないかなと。桑野に返されたみたいですよ。元近の部隊が減ってます。ああ、元近卑怯ですわ。おまけに、祖豪さん狙われてますよ。祖豪さん救出に向かいます。手柄を立ててみせようぞ。余分なことしただけですね。ああ、祖豪さん、これはヤバすぎでしょ。即ピロにならなかったみたいだけどまずい。果たして、祖豪への援軍は間に合うのか？次回交互期待。いやいや、まだ続きますよ。ご命令を。では、交渉で従属してくれる場所の確認します。岐阜織田、従属。かしこまった。やったね。清須は、従わぬと申すか。柴田勝家、同盟ができるのか。同盟するの？史実では仲悪かったような。かしこまった。史実とかどうでもいいんですよ。史実通りに進めると、どこの家でも、統一できませんから。かしこまった。とりあえず、同盟延長もしておきます。家康くんは、婚姻同盟を望んでいるみたいですね。同盟期間も長いですし、婚姻同盟は今のところ不要かな。上杉と同盟が短いか、同盟1ヶ月なのに、交渉の余地なし。内武、
従属したいと言っているのか。かしこまった。それなら従ってもらおうじゃないか。そう守りきれるのか。志果たさずして賞は終えられぬな。こればかりは間に合うかわからないですね。あ、そうが。お味方が捕らえられました。あ、白痴が。そうなんですよね。走ろ、わしがいただくぞ。行くぞ。そごうさん、骨は拾いました。手柄を立ててみせようぞ。せっかく高評価頑張ったのに、白痴守りきれないなら意味ないじゃん。いや、あなたは押してないですよね。バレたか。ちょっと、数が足りなかったんですよ。なので、同情した武将がやる気でなかったってことです。一応、武将が、入っていないっぽいので、白地回収に向かわせます。武将が入っていないお城は、どれだけ兵がいても落とせますからね。我に続け。行くぞ。兵だけでは、出陣できないので仕方ないですよね。白地は取れるので、伊沢に向かわせます。行くぞ。手柄を立ててみせようぞ。お、上祖壁が、伊沢に来るのか。伊沢は、戦場が厳しいので、結果します。従属に同盟おめでとう。あと2日か。途中で止まったりするなよ。そのままどっかに行け。赤子の手をひねるようなものよ。よし、走り抜いた。籠城用として、武将入れておきます。じゃあ一気が。たった3個で、騒ぐな。上杉と同盟切れました。滝川家とも。遠いので実害は出ないでしょう。忠誠度低かったので、大宴会をしておきます。みんな気合を入れろよ。ついでに手紙を配っておきます。かたじけない。強行66日、時間かかりますが頑張ります。使いの者が来たようです。上祖壁ともう半年経っているのか。明智と講和しない限り、一揆は起きるので、拒否です。交渉がついたので交渉してみます。交渉タイムです。三成頼んます。全面解放 76% 期待大です。上司確認しましたが、欲しくないですね。76% でミスするやつ。仕方ないので待ちます。うっは、息がたったの9箇所くらいで、じゃあらー騒ぎませんから。